小秋子2011年10月31日は、タイガーバウムを率いる小カズトラ夫人。実業家、事前事業家で、シンガポール赤十字副総裁などを歴任した。東京都千代田区に生まれる。聖火は、長瀬商店に一族。番長小学校、文化学院卒。昭和22年に、日本で中国人男性と結婚するが、三人の子を設けた、後離婚。 その後、昭和33年に、アジア最大の財閥タイガーバーム3代目、総裁、小カズトラに嫁ぐ。結婚式は、香港、シンガポール、東京の3カ所で行われた。結婚後はシンガポールに移住し、主婦業の傍ら生徒ら講師社長や役員などを歴任。銀行、新聞社、建築、レジャー施設や旅行会社、スーパーマーケットから、 高級ブティック等に及ぶ数十の会社をシンガポールを拠点に経営する。シンガポール赤十字社副総裁、オイスカシンガポール代表、その他子カズドラ財団、トリニダードトバゴ共和国名誉総領事、オイスカカンボジアの役員を務めるなど多方面で活躍する。福祉活動、難民救済活動、東南アジアと日本の架け橋として、相互理解を深める活動にも、 積極的に取り組む。その功績が認められ、1989年には日本より、四十法省、1990年から1994年に、かけてはシンガポール赤十字、1992年にはシンガポールよりと多くの勲章を受賞している。古一族のファーストレディとして、アジアや西欧の政財界のトップとの交流を続ける、中、 日本人の国際的な地位が全く向上しないことを有料。このことに関し40年にわたりいて苦言を呈してきた。晩年は日本で過ごしていたが、2011年10月31日に急世。2013年現在、シンガポールに残された段ボール箱900箱に上る貴重な遺品は、キャッシュコンバーターズ社を経営するシンガポール生まれのイギリス人男性。 ジェレミー・テイラーによって保管されている。彼女は10社以上の社長と役員を歴任。シンガポール赤十字社副総裁、その他子カズトラ財団、トリニダード・トバゴ共和国名誉総領事を務めるなど、多方面で活躍する国際人であり、その人脈は世界中に広がる。ユダヤ人最高の名門ケロス・チャイルドやサウジアラビアの王族、アジア各国の首相や実業家など、 全世界の大富豪とも親密な間柄だった。このため彼女の家には日本から安倍晋太郎、福田武夫など自民党の実力者が常に出入りしていた。これは各国の人脈の紹介を受けるためであった。子一族の一員として彼女は生前には社会貢献にも精力的に活動をしていた。シンガポール赤十字社副総裁を務め世界を回りながら、 ボランティア活動の重要性を解き、財界人の自発的な社会貢献を促した。そして、アフガニスタンの難民のために、粉ミルクとゲルを寄付し続けていた。近い将来、国際事前交流団体も設立する構想も、あったが、死去により立ち消えとなった。文イコールセガラン強固写真イコール石橋幸恵。財閥タイガーバーム総裁婦人、小秋子さんの映画を忍ぶ遺品。 熱帯キラー、エイジックス、2019年8月24日、閲覧、ありがとうございます。